ジャコウ決定戦。今回は久しぶりに東大脳ブロック10、伊沢拓司さん率いる、ね、クイズノック監修の10種のゲーム、こちらの中から今日は陣取りというのをやります、はい、これ結構何種類かもうやりましたよね。そうそうそう、陣取りとはこのマスの中で自分のこう置いていって上から見た時に自分の陣地がどれだけ多いかによって順位が決まります、はい、陣地が一番少ない人が負けです、はい、で説明はね、このね、あの自分の色のブロックを決めて手元に置きますと、陣取り用シートのプレイ人数に応じたエリアを使いますと、だから4人なんでマックスだね、うん、で順番を決め最初の人から四隅にブロックを置いていきますと、で一度置いたブロックは動かせませんと、はい、で自分のブロックを面でつなげるように置いていきます。置けない場合はパスです。でブロックが全員が置けなくなったらゲーム終了です、はい、最後に上から見た時にエリア内の自分のキューブの数が多い人の勝ちですと、うん、外枠に触れていれば他のブロックに重なってもいいんだよと。だから基本は自分のブロックと重ねて置かなきゃいけないんだけども、シートに沿って置ければ他のブロックと重ねて置くことも可能です、はい、で角と角とはダメです。で置いた時に隙間ができてもダメですっていうのがね書いてあるんで、はい、それです今日は、はい、だから順番決めましょう、はい、勝った人から時計回りね、はい、最初はグッジョキフリ、はい、よいしょ、勝ったらグー、お時計回り、こうこう、はい、出す。まずは、はい、角にみんな好きなのを置いていく、一つ置けるらしい角に、はい、トリッキーなの置いてくるね。はい、はい、さあ、じゃあ先生から、うん、はい、じゃあよろしくお願いします。はい、しまーす。よいしょ、どういうか難しいですね、むずいな。一手目から迷う。え、一手目からえ、タニャ、タニャ、タニャ、見てる方どういう気持ちで見てるの？ふと思ったんですよ。見てる方？考えながら。なるほどね。そうそうそう。なるほどね。これ外ラインに触れてれば別に。あ、そうそうそう。じゃあここに置いてもいいんですか？あ、そうそうそう。外ラインに触れてればね。ほー。はー。はい。ここに増えてるか、あーやらしいですね。すが世界一、すが世界一。高間さんカメラあるからカメラあるからね。たくさんもうカメラ位置、カメラ位置上から見たい。大丈夫だよ、大丈夫。これ先生狙われてるね。いや、こんな変な変な順番回ってくるまでに考えとくとかせえへんの。ないっすよ、そういうの。意味、うん、おお相手のを消していく。そうですよ。あらら、で確実に高さから取っていく。そういうのあんだね。俺はもう確実だな。さっさで、ね、俺ゲームするためのほうが堅実よね。階段埋めていくからね、絶対に。どうしようかな。穴が開いてあかんのは角だけでしたっけ、うん、いや全部中も使う、うん、おー潰されてんぞ。潰されてますね。攻めろ攻めろ。うっさいな。俺が決めんだよ、この人は。私、ここ黄色ある。あ、でもいいの、いいです。明らかに青いないな。青が今優勢じゃない。透明ですかね、うん、いやでも意外と数えてみたらってなるんですよ、うん、これっていいんですか、面と面のやつ。そこはダメだよ。あ、そこ上、つながりってどうなんですかね。あ、それは大丈夫です。下がついてるから問題ない。あ、上つながり、上で面接してるってことですか。はい、へぇ、あかんかったらコメントも、まあ、あかんかったらさ、伊沢さんからそれダメだよって来るんだよ。ゲ ー, ゲームの意図反映されてませんよ。
うん、キルイキルなくなってよ。キルイキルなくなってよ。本当ですね。たまに噛むな。考えちゃう。これ考えちゃう。まだ人事とかも始まってますよ。そっち行こうよ。そのピンク。グリーンも少ないよね。何気にね。うん。お、ちょっと減らしてくれた。これ相手を潰すのか自分を増やすのかどっちにしようってなるよね。うん、そうだね。自分が今何位なのかにもよるよ、ね、そうなんですよね。数えないですもんね。中継か分からない。これはいいんですか。うん、大丈夫です。はい。人を潰すことばっかり考えてるからね。空間空いてます。え、どこですか。ここに。あ、うん、先生タイムさあ長いよ。あー、そうできるね。こうしかないですね。は、何しとん。じゃあもうここだね。これ誰が少ないんだ。私が負けないためには誰を潰すんでしょうかっていうの今。いや、分からないです、これ、本当に。佐藤さん、行くか。私、多分、でも、青山君と先生、潰すとこはないんだよ。そうですよね。もう、そらそうですかね。そう、ないの。それで、じわじわ佐藤さんを減らしたら、佐藤さんも減るのかな。そうですね。佐藤さん、減らしたいですけどね。でも、ドベになんないようにしなきゃいけないんだよ。そう。1位とか2位とか関係ないからで。そうありました。どう考えても3つですもんね。3つしかだから誰かを潰されたら、どこ置いても3つだからね。どう置いても、うん、潰しても3つだし、潰せるじゃないですか。潰すんだったら緑がいいじゃないですか。いやいや、どう見ても黄色でしょ。じゃあ緑がいいんじゃないですか。いやいや、青がいいでしょ。青置けるじゃないですか、そこに青が。これはもう誰どこでもいけんだよね。青しか潰せなくない。逆にそうですね、黄色無理ですね。なら潰さなくていいですよ。え、潰さなくて大丈夫ですか。そうなの、これいける。いけますね。ね、というかここか。うん、確かに、そう、ここか。いけるところが多分ね、青を潰すしかないんですよね、置くとこが。うん、というかもうここか。うん、ここ角だね。角で3面。うん、角で。それなら、がね、同じ3面取るなら潰す方がいいですよね。うん、青しかないんだよね。だからまあ変に言ってるからね、おちょくりに。これどう見たらおちょくり言っとうじゃん。それだったら潰さない方がいいんじゃないですか。え、もうさっさん勝ちなんでね。あ、さっさん、いや俺勝ちかどうか分かんないよ。分かんないですよこれ。本当に最後まで気抜かん方がいいっすよ。私もね、緑といい勝負してる気がするんだよね。え、じゃあもう俺はまあここまで誰も潰してきてないから、潰さないで。あー、優しい。行くわ。潰さないんですか、佐藤さん。ありがとうございます。いや、これがありがとうになるか分かんないですけど。私はもうあと青空くんも置けるし、私もどこでも置けるので、はい、一緒なんですよね。なのそこ置いてる、うん、だからもう、ね、3つこれで終わり。よし、はい、種類の色から数えてみる。じゃあピンク。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、29、30、31、32、33、33。次、ブルーからいく、はい、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、31、32、33、34、35、36、37。おー、先生、
と私のどっちかだと思うんだよな。よし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 、じゃあグリーン1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31 結構あるね。よし黄色、はい、いや私だねこれ。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,31! よっしゃーよっしゃー、一個の絶対負けなかった。超でも接戦じゃん。何気にね、なんか僕が多かったんですね。うん、一番一番。ということで、ありがとう。先生、これは面白かったですね。面白かった。いや、面白いこれ。超接戦だった。はい。だから人のことをそんな潰さないで攻めた方が良かったんじゃ。まあこういう無駄な使い方が一番ダメだったって今気づきましたね。でもここを潰してなかったら。袴田さんもっと増えてたからな。そうそうそう、悪くはないんだよね。結構ね、青空くんと先生に潰されたんですよ。だからやっぱ一番ダメだったのがね、これだよ。俺を潰さないで誰かを潰した方が良かったんだ。そう、でもこれ佐藤さんしか潰されていなかったんですよ。潰せなかった。じゃあ、負けたので2023年、初めての一発ギャグやります。はい、一発ギャグ、沖縄のミッキーまはかろ